久保建英さん、ソシエダでゴールをあまり決めない理由が判明。レアルマドリーのカルロ・アンチェロッティ監督は、チャンピオンズリーグのボルシア・ドルトムント戦前日の会見で、ジュード・ベリンガムの今季のノーゴールについてコメントした。アンチェロッティ監督は、ベリンガムのゴールを必要としていないと語り、攻守にわたる献身的な仕事ぶりを称えた。昨季のベリンガムの得点数はサプライズだったとし、現在の仕事の方が重要だと述べた。この点でアンチェは現実をきっぱりと説明できる優れた監督と言える。去年久保は10月以降まともなラストパスなんてもらえない上にゴールが欲しいと言ってることとは裏腹に、ずっとチャンスメイクに徹してて、そのあたりのスタッツではリーグでも軒並みトップ10に入る仕事をしてた。なのに今ノルは会見で記者に煽られて久保は長い間ゴールしてないとか言ってしまったのは監督としての価値を下げたな。あの今ノルの発言は本当に残念だったわ。しかもシーズンオフを挟んでゴールしてない期間に参入するとか論外だわ。今度は久保は悪くない、今ノルが悪いですか、いつものクポシンやね。今ノルはアンチェよりスペイン語は上手いんやけど、アンチェほど訴求力も煙巻き力もないんよな。まあ監督としての経験も器も差があるのはしゃあないけど。まあアンチェは就任早々アセンシオを名指しはしなかったが、唯一の不安は右サイド、ゴールよりも局面の打開力と引転しての高い試合で消えてしまわないような選手がマドリーの右サイドには必要みたいな説明してたわな。オヤルは徹底擁護だからな。まあ竹と違って今ノルはソシエダの器しかないからな。久保ってフレンキーとか森田とかペドリみたいな中盤の選手からの評価結構高いよな。やはり現場目線で見ると久保はアタッカーよりも中盤よりで評価高いんかね。